世界でナンバー1とも言える通常動力型潜水艦を建造する日本だけど、昨今輸出の話が出てきているよね。品質はピカイチだろうけど、やはりコスト面が問題だよな。今回は、国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した話について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の防衛省で運用している国産装備品の中でも、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は自他ともに認める世界トップクラスなんだ。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは1960年に就役した。通常動力型潜水艦親潮を皮切りに渦潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして現時点で海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双流型が生まれてきているね。この60年以上にわたって大東亜戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による先行進度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しいぜ。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦だな。大芸型潜水艦の艦体は基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの規模で、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双流型と比較しても、一回り大きくなっているよ。艦隊の大型化とともに双流型の10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非待機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって、艦内の拡充化も進み、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなどして、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した偽装が行われているんだ。また外観上の特徴として、双流型から採用された X 舵が踏襲されており、従来の潜水艦における5舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による、十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵では4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置され、4枚の舵すべてが回答と姿勢制御に関係しているぜ。そのおかげで艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が何らかのダメージを受けて損傷したとしても他の3枚でカバーすることが可能であるため上調性にも優れ、さらには着底時鎮座時接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加されたな。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアで X 舵が装着されて試験が行われたことがあるが、アメリカ海軍での採用は操作性の問題があるとされて実用化は見送られていたんだよね。一方でヨーロッパの海軍を中心に採用例が多数あり、スウェーデン海軍では1960年代末のシェオルメン級からすでに X 舵が採用されていたみたい。また、船体構造においても新機軸として浮き課題が採用されていて、これは世界でも多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できるらしい。この艦隊に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦隊芸、2番艦白芸、3番艦人芸までは川崎重工業製の 12V25-25SB ディーゼル機関に機が積まれており、潜航中は高出力リチウムイオン蓄電池によって一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて水中最大速力20ノットで潜航できるんだ。双流型においては10番艦の昇流まで潜航時の動力として、スターリングエンジンによる、非待機依存推進 AIP システムが搭載されていたんだけど、AIP は出力が低くて潜航時には4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式を用いなければならないみたい。
防衛装備庁では次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年から取り組んでいて、この蓄電池を使うメリットとしては従来の鉛蓄電池と比べて水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返される充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量の低下も抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、たくさんの優れた特性を持っているよ。中でも満充電に関しては、鉛蓄電池の場合は発電機の出力に余裕があったとしても低い電流量でしか充電できず、さらに満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは危険が伴うため不可能であったぜ。それに対してリチウムイオン蓄電池では、それらの制約がないことから潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため潜水艦への搭載は困難だとされていたわけだ。そこで日本の企業と防衛装備庁がリチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能としたんだ。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は総流型11番艦応流に搭載されることが決定し、その採用にあたってはスターリング AIP システムを保有して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討された結果、後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航ができるようになったわけだね。また、太平型では光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知レベルがアップし、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置潜水艦情報管理システム、機関ネットワークシステムの採用によって C4ISTAR における情報処理能力も向上しているぜ。それらの他に大きな変更点としてあったのが潜望鏡であり、潜水艦といえば映画などでよく見かけるのは、艦隊の頂き部から出てくる潜望鏡があって、それを上げて艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、太平型ではその光景が見られないらしい。既存の潜水艦には捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているみたい。光学式潜望鏡とはセールから頂き部の発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える危険性があったんだ。しかし、そういう型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が太平型では2本搭載されることになり、潜望鏡の先端にあるカメラによって撮影された映像が発令所の大きなモニターに表示されることで、複数人が同時に海上の状況や目標を確認できるようになったため、より識別や判断の精度が高まったぜ。また、従来までの光学式潜望鏡はセールから発令所までを一本の筒が貫通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点があったが、非貫通式潜望鏡ではカメラによって撮影した映像は配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫通していないことから艦隊の強度を高めることになったな。中国との有事が発生した際には、この太平型通常動力潜水艦が中国海軍の大きな脅威となるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。オーストラリア政府は2023年2月に、同国海軍に対してこの先の10年間に350億アメリカドル約5兆2500億円もの、予算をかけて戦力の増強を図る計画であることを明らかにしたね。世界の状況を見る限りでは軍備増強は優先事項だよな。そうだね。さて今回はそんなオーストラリアの海軍戦力増強について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
オーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相が2024年2月20日に述べたところによると、この増強計画によって同国海軍の規模は10年後に2倍以上になるとしていて、新しい汎用フリゲート艦を11隻建造するとともに、現時点で保有しているオーストラリア海軍のイージス艦とされるホバート級ミサイル駆逐艦3隻とハンター級フリゲート6隻ついても改修を実施して、その攻撃及び対戦能力などの強化も図るとされているよ。ホバート級ミサイル駆逐艦は、スペイン海軍のアルバロデバ3級をベースに設計を修正した派生型とも言えるミサイル駆逐艦で、満載排水量7000トン全長 146.7 メートル最大幅 18.6 メートル喫水 7.2 メートルの大きさで、イージス艦としてはアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や海上自衛隊のマヤカタ護衛艦などと比べて一回り小さいんだ。オーストラリア海軍では1番艦ホバート、2番艦ブリスベン、3番艦シドニーの3隻が就役しているね。兵装は62口径 127mm 単装砲1機 20mm CS1 機艦対艦ミサイルハープーン4連装発射筒2機のほか、艦隊防空を担うイージス艦の主兵装とも言えるんく。41垂直発射システム VLS は48セルで、マヤカタ護衛艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦が96セル搭載されているのと比べればその半分なんだって。しかし、ホバート級イージス艦の武器システム AWS のセンサーには、アメリカが開発してマヤカタ護衛艦にも搭載されている ANSPY-1DV が使用されていて、ベースライン 7.1 の AWS は戦術データリンクとしてリンク11および16に対応しており、さらにアメリカ海軍が策定した戦闘コンセプトである共同抗戦能力 CEC 対応のために、CETPS コーペラティブエンガジェメントトランスミッションプロセシングセットとして ANUSG2A も搭載されているぜ。また、ハンター級フリゲートはオーストラリア国防省の SEA5000 計画に則り、イギリス海軍の26型フリゲートをベースとして発展させたイージス艦で、現在1番艦ハンターの建造が開始されていて2028年に就役する予定だな。フリゲートに分類されているものの、満載排水量8800トン全長 149.9 メートル幅 20.8 メートル喫水 6.0 メートルとホバート級駆逐艦より大きく、兵装も62口径 127mm 単装砲1機 20mm CS2 機 30mm 単装機関砲2機。なお、オーストラリア政府は当初このハンター級フリゲート建造計画を旧跡としていたが、2024年2月21日にオーストラリアのアルバニージー政権が今回の計画の一環として6隻に減らすことを決定したぜ。今回発表された計画ではこれまで予定されていた現用のアンザック級フリゲート10隻のアップグレードが中止され、ホバート級駆逐艦とハンター級フリゲート9隻に加えて11隻の汎用フリゲートを建造して、アラフラ級哨戒艦6隻も含めて10年後には水上戦闘艦26隻の体制にするとしていて、第二次世界大戦以降ではオーストラリア海軍の規模は最大となるよ。オーストラリアがここまで海上戦力を強化する理由としては、ウクライナを侵略中のロシアのように、軍事力によって他国の主権を侵害する言動を見せている中国が、空母建造などによって海軍を概要型へ変貌させ、オーストラリア周辺の太平洋にまで進出して島嶼諸国を海中に取り込もうとしていることが、オーストラリアにとって大きな脅威となりつつあることが挙げられているね。オーストラリア国防省では、新たに導入される11隻の汎用フリゲートを西側各国で現用されているフリゲートから選定するとして、ドイツ海軍の MEKOA-209、スペイン海軍のアルファ3000級、韓国海軍のテグ級、そして海上自衛隊が現在配備を進めているモガミ型などを候補として検討していることが明らかにされているみたい。また、計画の中には有人運用も可能な大型無人艦の導入も含まれていて、乗組員の有無に関係なしに有人水上戦闘艦と行動を共にできる大型水上艦 LOSV6 隻の建造が盛り込まれているぜ。この LOSV は垂直発射装置 VLS を32セル搭載するとされ、
計画報告書の中では運用についてはアメリカ海軍のプログラムに相当されていることから、アメリカ海軍がゴーストフリート幽霊艦隊として配備を進めている無人水上艦隊 USVDIV の所属艦として、開発が進められている無人水上艦 USV が導入されるのではないかとの見方が広がっているらしい。この USV であるレンジャーは自立航行にて太平洋を横断し、2023年9月21日にアメリカ海軍横須賀基地において公開されたが、もともとは海上の石油掘削用リグなどに物資や人員を輸送するための高速輸送船として建造された小型船であったものを、アメリカ海軍が購入して無人での運用が可能となるように必要な改造を施して、2018年に就役させて2022年に新設された第一無人水上艦隊 USVDIV-1 へ配備していたな。USVDIV-1 はカリフォルニア州に本拠を置き、無人水上艇の中の大型無人水上艦 LUSV と中型無人水上艦 MDUSV とが配備されていて、レンジャーを含めたこれらの USV と有人の艦艇とで艦隊を構成する場合、いかに統合して運用するのが有用であるかを試験して評価することが任務だね。2023年時点で、USDIV-1 にはレンジャーを含む LUSV が4隻、MDUSV が2隻配備されていて、幽霊艦隊と呼ばれているよ。横須賀に寄港したレンジャーは同じ LUSV のマリナーと行動を共にしていて、2023年8月から実施されている統合戦闘課題 23.2 IBP-23-2 と呼ばれる運用試験のために横須賀基地に寄港したもので、IBP とは無人水上艦の運用に関するコンセプトなどを作成するため実施されていて、これまでにも2回実施されていたんだ。今回の横須賀寄港に先立って、レンジャー及びマリナーはアメリカ海軍と海兵隊が共同で実施した。大規模演習2023レイジスケールエクササイズ2023に参加しており、東太平洋において原子力空母カール・ビンソンを中心とする第一空母打撃群と共に行動していたとみられ、演習後は無人のまま自立航行によって国際日付変更線を越えて第7艦隊の担当エリア内に入り、沖縄に配備されている第3海兵遠征軍や第7艦隊の第76任務部隊、第15駆逐戦隊などとの連携が図られ、ISR 情報監視偵察において USV の能力が実証され有用性が確認されたみたい。日本と同様に四面を海に囲まれ強大な海岸線を持つオーストラリアは、海軍においてこれもまた日本と同様に人員不足に陥っているため、このアメリカ海軍の幽霊艦隊に大きな興味を持っていると伝えられているが、この無人水上艦の運用については日本にとっても有用となる可能性が高いとの見方が広がっているな。オーストラリア海軍における人員不足は深刻で、新規に導入する汎用フリゲートついて、水上艦の増強については乗組員の規模の合理化と省力化の技術によって、人員の増加を最小限に止めなければならないと述べており、現在運用しているアンザック級フリゲートの乗員数約160名を超えないことが求められているとされ、アンザック級とベースが同じドイツ海軍の MEKOA200 の乗員数は同程度と見られているぜ。また、スペイン海軍のアルファ3000や韓国海軍のテグ級もその乗員数は最上方の約90名よりもはるかに多いと見られることから、4艦種の中では最上方が有利ではないかとする声が多いらしい。これら水上艦船が予定通り建造されることで、米英豪の安全保障協力の枠組み、オーカスの下で調達予定の原子力潜水艦とともに、オーストラリア海軍の戦力増強に大きく貢献することになるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調みたいだね。日本の技術力には今まで驚かされてきたから、今回も期待大だな。うんうん。今回はそんな FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定されたよ。これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているみたい。この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているんだ。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたため、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されることから、それに追随したということだろうな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しているよ。従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだな。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということらしい。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているけど、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるんだよね。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だけど、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったみたい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が、共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたんだ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しているよ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していたぜ。主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたってわけだ。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったよ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったんだけど、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む、連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたんだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退したよな。そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったってわけだ。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したため、偏無的な契約だったんだよね。さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたぜ。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだ。F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを行ってきたよ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているんだ。
納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として、具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したみたい。この数字は F22 ラプターに搭載されているプラットホイットニー社製の F119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したぜ。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だけど、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているね。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XF91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたな。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさとなっているぜ。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたね。さらに2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されているよ。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置なんだ。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているよ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるため敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるわけだ。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているね。といっても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようだぜ。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっているな。高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用している。ユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているため、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるよ。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているぜ。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているわけだ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを、極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。